All right, we're going to record video number 3 for SAO. ギガス指導を通して天職を果たした勇士は自ら次の天職を選ぶ権利を持つ。そして勇士は村を出ることを選んだ。はい、僕は剣士になります。ザッカリアの町で衛兵隊に入り腕を磨いていつか王都に上がるつもりです。分かっている。望み通り村を出て剣の腕を磨くがよかろう。ありがとうございます。では私はそろそろ行くとする。それではな、ユージよ、キリト。はい、さようなら、ガセフトさん。お世話になりました。セルカ、寂しくなるわね。そうだね。必ず帰ってきてとは言わないわけど、どうか気をつけてね。うん、ありがとう。キリトも。ユージを少しセルカと話していいか。うん、もちろん。先に行っているよ。悪いな。それじゃあセルカ、行ってくるよ。うん、行ってらっしゃい。それで一言謝りたくてさ。ごめんなセルカ、俺がユージを連れ出すみたいなことになっちゃって。いいのよ、それよりも私嬉しいの。アリス姉様がいなくなってからずっと何もかもを諦めたみたいに生きてきたユージよりは、あなたのおかげでもう一度笑えるようになったんだもの。それに自分から姉様を探しに行くって決めてくれた。ああ見えて父様も心の中じゃ喜んでるはずよ。ユージオは姉様を忘れてなかったことをね。そっか。私ね、別に姉様の真似してあの洞窟に行ったわけじゃないの。闇の国の土に触れるなんてこと私にできっこないのは分かってた。でも少しだけでも姉様の近くに行きたかったの。そしてこれ以上は進めないってところまで行って、そこで私はアリス姉様の代わりになれないんだってちゃんと確かめたかった。いや、君はすごいよ。普通の女の子には途中で引き返してしまうような道を最後まで進んで、洞窟の奥でゴブリンの偵察隊を見つけちゃったんだからな。言い返せるか、君は君にしかできないことをしたんだ。私にしかできないこと？君はアリスの身代わりなんかじゃない。セルカにはセルカだけの才能があるはずだ。ゆっくりそれを育てていければいいんだ。うん、ありがとうキリト。それじゃ俺も行くよ。ユージを見失ったらザッカリアまで俺一人じゃいけないからな。うん、分かった。さようならキリト。必ず帰ってきてとは言えないけど。いや、誓わせてくれ。俺はユージオと一緒にアリスを助け出してこの村に君の姉さんを連れて帰ってくる。約束するよ。ねえ、
see, this is the part freaking is annoying. ありがとう。うん。よろしく。
God damn it. Let's do this just because last time it screwed up because I died. Let's see. I want to complete a little bit more before I have to take off for bed. I almost don't even care about the statues. I just お疲れ様。
Oh, you're going to bed already, Ma? Well, it's after 8 o'clock. I thought he was asleep. Oh, no. I was getting ready to. Lay down. Stop. Now lay down. Rebel, get down.
ちょっといいか。
Okay. That's gonna be the end of this video, guys.